笠という選手です。お疲れ様でした。本日の試合、中村選手のゴールで追いつきました。ゴールシーン振り返ってください。前半にも似たようなヘディングのゴールのチャンスがあったんですけど、それを決められなかったので、2回目チャンスが来て、しっかり決めれてホッとしました。代表メンバーが戻ってきての初の試合でしたが、プレーはどうでしたか？なかなか焦る時間が短かったので、前半は特にうまくいかない時間帯も多かったんですけど、でも後半から徐々に立て直していけたので、それは良かったかなと思います。では最後にファンサポーターの方にメッセージをお願いします。はい、新しい体制になる中で簡単にはうまくいかない試合も続くと思うんですけど、一つ一つ一試合一試合勝ちを積み重ねていけるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。